引かぬ。どの狙いはこっちだ。だから言っただ。そのままお前に返そう。貴君の健闘を称えよう。その勝負ちょっと待ちな。誰だ貴様。伝説の塔を攻略して得た神の力なんだって。あんた自身が勝ち取った力、どう使おうと勝手だ。だけどその力は神の恩寵なんかじゃない。君は何者だ。シンドバッド、あんたと同じ攻略者だ。俺と勝負しようぜ。騎士王と勝負するだと。何を言ってるんだあの男は。そういうことですか。しこの国の人間は競技により騎士王しか神の力を扱えないと考えています。だが実際はそうではない。さあどうする、勝負を受けるかい。厚かましいそやな男だ。その勝負受けてやろう。ダメだ、シンドバッド。君は親父には勝てない。シンドバッド、あの人を止めるのは無理です。俺たちの主よな。たわいもない。ならばバララーク。すごい、こんな戦い見たことないぞ。騎士王と互角に渡り合うなんて。互角？見せてやるよ。まさか完成させていたんですか。これは憤怒と英傑の精霊、我が身に宿る。我が身を大いなる魔人魔装バーンを。あなたはどこまで耐えられるかな。バララーク、最初に放った雷撃とは。場所を移させてもらいました。おっと、暴れないでください。よろしいのですか。あなたの金属器の力はなかなかのものだ。手加減されると。最初からこれをお見せしていればよかった。バララーク最下。山岳が一瞬で。私には勝てない。同じ攻略者でありながらこんなにも。ええ、私の目的は侵略だが、ササンはすでに陥落していたでしょう。ササン王国と対等の同盟を結びたい。望みはそれだけです。何、騎士王よ、数々の非礼をお詫びします。私は戦争なんて望んでいない。この世界、争いはこの世界を変えるために、同じ志を抱く。